皆さん、こんにちは。今日は雪村いづみさんのことについてご紹介します。まずは雪村いづみさんの経歴とプロフィールからご紹介します。雪村いづみさんは1937年3月20日生まれ、東京都目黒区のご出身です。本名は朝比奈智子です。雪村いづみさんはデビュー時から人気がありました。ヒット曲を飛ばし、映画にも数多く出演するなど売れっ子芸能人だったのです。16歳で歌ったデビュー曲、思い出のワルツから、ずっとヒットし続けた雪村いづみさん。同い年だった美空ひばりさん、エリチエミさんと合わせて、三人娘と呼ばれ、人気に拍車がかかりました。当時としては珍しく、1960年代にアメリカでも活動をするように、アメリカで日本人の歌手が珍しかったので、数多くの仕事があったといいます。雪村さんはラスベガスに家を購入することもできるほど活躍しました。1970年に帰国しましたが、日本ではゴシップばかり騒がれるようになってしまったのです。恋多き女と言われて、とても辛い思いをしたそう。雪村さんはとてもチャーミングな女性だったので、周りの男性が放っておかなかったのかもしれません。インタビューを見てもとても感じがいいので好かれやすかったのではと推測できますね。ゴシップに嫌気がさしてとうとう引退を考えたことも、それを止めてくれたのが三人娘の一人エリチエミさんでした。そんなに簡単に引退を考えないでと優しく諭してくれたといいます。雪村いづみさんは引退するようなことを口にしたことがあったそうです。しかしまだまだやれると2013年に現役続行を宣言しています。2013年の時点でもう76歳になっていましたが、歌い続けることを選択。2014年にはデビュー60周年を記念したコンサートも開きました。さらに2017年に80歳になった雪村さん、それを記念して配信限定アルバム雪村いづみのすべて思い出のワルツなど3枚を発売しました。その後はコンサートや新曲披露などの情報がありません。雪村さんは2023年現在86歳と非常に高齢になっています。2020年から新型コロナウイルスが蔓延していることも影響があるでしょう。もしかするとメディアに出るのを控えているのかもしれませんね。若い頃からとても美人だった雪村いづみさん、あまりに魅力的で整っていたので、整形したことがあるのか気になる人もいるようです。結論としては雪村さんは整形していません。若い頃も年齢を重ねてもその年にふさわしい綺麗な顔立ちをしていますね。変にシワ取りなどもしていないようなので不自然な感じを受けません。デビューしてから数年が経った頃、雪村さんはミッキー・カーチスさんと交際していました。交際中も映画の共演やレコード「恋の片道切符」でデュエットするなど良好な交際を続けていましたが、1960年に2人の関係に変化が訪れます。全米縦断公演ホリデイ・イン・ジャパン出演のため、雪村さんはアメリカに行くことを決めたのでした。しかし、このことはカーチスさんへは知らせていなかったため、渡米直前に知った彼が慌てて婚約指輪を送ったのだそうです。長く交際をしていたにもかかわらず、雪村さんがカーチスさんに渡米を報告しなかった理由はいくつかありました。交際に進展がなくはっきりしない彼に、釈然としない気持ちがあったことに加え、ちょうど同じ時期に実母の8000万円にも及ぶ借金が判明したことで、雪村さんはやけになっていたのでした。そして渡米先で雪村さんを待っていたのはアメリカ人男性との新たな出会い。あろうことか雪村さんはそのアメリカ人男性を連れて日本へ帰国します。そして数ヶ月後には結婚という展開になりました。
雪村さんがアメリカから連れ帰り夫となったのは、当時公演先でアルバイトをしていた学生のジャック・セラーさん、カーチスさんとの婚約をしていたにもかかわらず、雪村さんが一方的に破棄してしまったため、マスコミからはかなりのバッシングにあったのだそうです。ただし、アメリカ滞在中にはカーチスさんからの連絡が一度もなく、雪村さんを擁護する声もあったそうですが、詳細は明かされていません。その後、旦那さんとの間には娘を授かったものの、結婚してから5年後には離婚、それからわずか1年後にはミュージシャンと再婚を果たした雪村さんでしたが、この結婚生活も約10年で終わりを迎えることになってしまいました。その離婚原因として新しい男性の存在がささやかれ、離婚前に雪村さんが旦那さんの元から去り、その男性と新しい生活を始めてしまったとも言われています。歌手として成功した陰で、恋多き女性としても世間を賑わせたことが少なくなかった雪村いづみさん。その後結婚はしておらず、過去に出演したラジオ番組では20年以上恋愛もしていないと語っていたそうです。雪村さんが1度目の結婚で授かった娘さんが朝比奈マリアさんです。マリアさんは15歳の時にモデル活動を始め、後に歌手デビューも果たしました。父親がイタリア系アメリカ人で、マリアさんは日本とイタリアの混血となります。とても美しい顔立ちですが、スタイルも抜群だったとか。しかし過去には自身の境遇が原因で自分はダメ人間と思い込み、引きこもりになってしまったことがあったと言います。芸能界デビューをきっかけに辞めた学業についてのコンプレックスや、親の七光でデビューしたことなどがその原因だったと母親である雪村さんが語っています。それを救ったのがマリアさんの夫だそうで、現在も良好な夫婦関係を続けているようです。この夫との結婚式にはジップと系譜、二人の父親を招待したという素敵なエピソードがありますが、これはマリアさんたっての希望だったのだそうです。三人娘の一人として人気を集め、他の二人が若くしてこの世を去ったことから二人の分までという思いでこれまで歌い続けてきたという雪村いづみさん。現在86歳、2023年現在の高齢ということもあり、最近はテレビなどの出演も少なくなりましたが、現役としており引退はしていません。人気を博した三人娘の当時の話題や秘話など、唯一語り継げることのできる人物でもある雪村さん、数々のエピソードを残すことができた大変貴重な存在とも言えます。また1960年の全米縦断公演の好評だった雪村さんは、米誌ライフで表紙を飾った数少ない日本人の一人となりました。そんな雪村さんの私生活は、若い頃に世間を賑わしたこともありましたが、今は家族と穏やかに暮らしているようです。2012年に娘さんと出演した徹子の部屋では家族のエピソードを語り、孫が一人いることが分かりました。その孫が当時24歳男性であると明かされたようです。そして詳細は確認できなかったものの、雪村さんは孫が大きくなっても孫離れができず、そのことで娘さんと喧嘩になってしまうエピソードが語られていたそうです。真偽は不明ですが、孫に甘くいつまでも子供扱いしてしまうのが原因なのではないかと容易に想像ができそうですね。雪村さんにとっては一人娘ですし、そのたった一人の孫で男の子なのですから、つい甘やかしてしまうのも無理ないもかもしれません。雪村いづみさんの娘さんは若い頃、偉大な母親の存在で苦労したこともあったようですが、現在は良好な関係を築いているそうですよ。過去には親子で悩んだこともあったかもしれませんが、お互いを支えに乗り越えてきたのかもしれませんね。若い頃には仕事と恋愛を謳歌し、
母親としても奮闘した雪村いづみさん。当時の雪村さんの歌を今振り返ってみるのも良いかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。